ロシア軍5機撃墜、ウクライナ軍。ウクライナと国境を接する、ロシアのブリャンスク州で、13日にロシア軍の戦闘機など、5機がほぼ同時に撃墜された。ロシア経済紙コメルサント、電子版、によると、ウクライナと国境を接するブリャンスク州で、13日、ロシア軍のスホイ34戦闘爆撃機、スホイ35戦闘機、ミル8ヘリコプター2機の、計4機が墜落した。同じ時間帯に撃墜された模様。保守系メディアの情報では、乗員計9人が死亡したという。ウクライナが、大規模な反転攻勢を予告する中、前線で戦闘が激化している。撃墜の可能性が高いと見られているが、それぞれのミサイルが、ウクライナ領とロシア領の、どちらから発射されたかをめぐり、情報が交錯している。タス通信などによれば、スホイ34の乗員2人は、緊急脱出できなかった。また、同機とヘリ1機の墜落現場は、約50キロしか離れていない。州内で、破壊工作員が、携行式、地対空ミサイルを使った可能性も排除できず、警備が強化されたと伝えられる。これまで、ウクライナ軍がドローンで、ロシア空軍基地を、攻撃したとみられる例はあるが、併合されたクリミア半島を除き、ロシア領内で、飛行中の軍用機の撃墜が、疑われるケースはほとんどなかった。パトリオットで迎撃。5月13日、ウクライナに近いロシア西部ブリャンスク州上空で、高性能攻撃機、SU-34 を含む、複数のロシア軍機が相次いで撃墜されました。撃墜の事実が報じられた直後から、ウクライナ軍が地対空ミサイル、サム、で迎撃したのではないかと言われていましたが、ウクライナ軍が公開した映像から、米国製パトリオット、サムによるものだったことが明らかになっています。公表されている情報は多くはありませんが、撃墜の状況と合わせると、ウクライナ軍が、かなり大胆で緻密な作戦を実行したことがわかります。以下では、パトリオットの運用者、TD、TCO、だった筆者の経験を踏まえ、この迎撃作戦がどのようなものだったのか、解説したいと思います。ロシア軍が行っていた攻撃。この迎撃作戦が実行された当時、ロシア軍が滑空爆弾を運用し、ウクライナ軍に被害を与えているとの情報が流れていました。ロシア軍が使用している滑空爆弾は、自衛隊も運用する、米軍のジダムに相当する、KAB-1500 だと見られています。KAB-1500 には、誘導方式や翼形状などにより、複数のバージョンがありますが、この迎撃作戦時に、使用されていたバージョンは不明です。一部の報道では、高高度から投下すれば、40km の滑空が可能なアパブ 1500V、KAB-1500 のバージョンの一つ、だったとの、情報もあります。5月13日の迎撃時、撃墜された機体は次の通りです。SU-34、戦闘爆撃機、×1。SU-35、戦闘機、×1。MI-8MTPR-1、電子妨害ヘリ、×2。MI-8、汎用ヘリ、×1。おそらく、撃墜された際のパイロット救難用。ヘリの撃墜数が、2機だったのか3機だったのか議論がありましたが、撃墜時の動画が3種あったほか、今回の動画公開で、3機がカウントされていたため、3機で間違いないものと思われます。ロシア側の攻撃が、この5機だけだったのか、もっと多かったのかは不明ですが、パトリオットが、優先して攻撃するとは思えない、汎用ヘリまで、撃墜していることから推定すれば、この5機だけだったか、他の随伴機があったとしても少数だったと思われます。そのため、以下では、この5機により、攻撃が実施されたことを前提に分析します。各機の役割は、滑空爆弾を使用した攻撃役が SU-34、ウクライナが迎撃機を上げてきた場合に、その迎撃から SU-34 を護衛するのが SU-35 です。護衛は、エスコートファイターと呼ばれる直接援護か、先行するエリアスイーパーですが、1機しかいないのであれば、
エスコートファイターだった可能性が高いでしょう。電子妨害を行っていたヘリ、Mi-8MTPR-1 は、攻撃役の後方に位置しているため、スタンドオフジャマーは、敵の射程圏外で、活動する電子妨害機、です。ただし、ヘリの移動速度は遅いため、事前に進出し、SU-34 と SU-35 は、Mi-8MTPR-1 を、追い越すような形で、進出したと思われます。上記は、攻撃部隊の編成から考えられる動きですが、これを踏まえて各機の墜落地点を確認しておきます。撃墜されたロシア軍機の墜落地点をプロットすると、下の地図のようになります。覚えておいていただきたいのは、SU-34 でも国境から 20km ほど、SU-35 や Mi-8 は、国境から 40km 以上も離れていたことです。なお、ジャミングによって防護できる方位は限られるため、2機の Mi-8 と SU-34 の墜落地点を結んだ南東方向への攻撃を意図していたと思われます。不自然な点は、なお円で近くにいなければいけないはずの SU-35 の墜落位置ですが、パトリオットにとっての最優先目標である SU-34 が撃墜されたので、退避する途中で撃墜されたのではないかと思われます。パトリオット部隊の迎撃行動。ロシア軍機に対するウクライナ軍パトリオット部隊は、ブリャンスク州に近い国境付近に布陣していたと思われます。パトリオットの射程は、対航空機では160km にも及ぶため、国境から数十 km も離れた位置に展開していたとの見方もありますが、戦闘機や戦闘爆撃機のような高機動目標をそのような遠距離で射撃することはありません。160km も離れていたら、旅客機が乗客に飲食を提供しながら行うような緩い旋回を行っただけで、ミサイルは命中できなくなります。ロシア軍各機の墜落地点は、国境から20から40km も離れていました。パトリオット部隊が、国境まで進出したとしても、それだけの距離があったことになります。当時、ウクライナにはパトリオット部隊が、2個高位中隊しか存在しておらず、虎の子と言える存在だったことを考えれば、少なくとも、セリウ地方で容易に攻撃できる、距離は避けたはずです。最低でも国境から、10km は離れた位置に展開していたことでしょう。そうなると、SU-35 や Mi-8 は、50km 以上の距離で撃墜したことになります。ヘリの Mi-8 はともかく、SU-35 は、ギリギリで撃墜できたのだと思われます。この迎撃作戦は、パトリオット部隊にとっても、国境に近づく必要性があり、リスクが高い作戦です。そのため、当時私は、S-300 や、ブーク、など、ウクライナが以前から使用していたサムを使用し、国境間近まで進出して、迎撃を行ったのだろうと思っていました。それだけに、今回の動画は衝撃だったのですが、この動画の衝撃は、迎撃手段がパトリオットだったというだけにとどまらないものでした。公開動画からわかる衝撃の事実。今回の動画で注目の場面は、このシーンです。透過になっているため見づらいですが、画面の左下に、パトリオットの文字があり、黒い大きな機材の側面に、描かれたいくつものキルマーク、兵器のシルエット、が、このパトリオット部隊によるものだとわかります。5月13日の戦果は、左から順に SU-35、SU-34、Mi-8×3 が並んでいます。ここまでは、この5月13日の戦果について述べてきましたが、実は他の部分にこそ、重要な情報があります。まずは左の3つのキルマークです。このキルマークは、形状が、KAB-1500 のものとなっており、滑空爆弾を表しているようです。また、キルマークは、左上から付けられるため、このパトリオット部隊が、活動を始めた直後の戦果が、この3つの滑空爆弾だったということになります。文字部分を拡大してみましたが、5月の初旬と思われるものの、日付ははっきりとはわかりません。滑空爆弾は、
ミサイルと違い推進力を持たないため、滑空できるとは言っても、滑空可能距離は数十キロメートルにとどまります。ロシア軍機が、ウクライナ領内に超過侵入できる状況ではなくなっているため、ロシア軍機は、国境からほど近い、ウクライナ軍拠点を、滑空爆弾によって攻撃していたと思われます。それを防ぐため、このパトリオット部隊は、ウクライナ到着後、キーウ周辺に布陣することなく、この目標となっている、拠点付近に布陣し、3発の滑空爆弾を迎撃していたことになります。その上で、滑空爆弾を投下する破破機を迎撃するため、若干前進し、5月13日の迎撃に至ったと思われます。さらに、もう一つ注目すべきな戦果があります。5月21日のものです。キルマークは、この日、SU-34×1、滑空爆弾 ×1 を、迎撃したことを示しています。5月13日の攻撃が失敗に終わったにもかかわらず、ロシアは21日に再攻撃を行い、返り討ちにあったようです。ただし、13日と違い、迎撃される前に滑空爆弾を投弾したのか、パトリオットは、破破機である SU-34 と滑空爆弾の両方を迎撃しています。同日にドローンも撃墜して異様なので、ドローンと連携した攻撃だった可能性もあります。この21日の SU-34 撃墜は、情報が明らかになっていないものでした。ロシア領内の情報統制が厳しくなっていたと思われます。そうした情報がなかったため、オランダの軍事情報サイトでのカウントにも入っていません。これ以後のキルマークには、戦闘機や誘導爆弾が描かれておらず、弾道ミサイルや巡航ミサイル、それにドローンとなっています。ロシア軍が滑空爆弾による攻撃を断念したか、パトリオット部隊が、キーウ方面などに移動した結果だと思われます。キンジャール迎撃、ロシア人部隊による攻撃との関係。このパトリオット部隊は、5月13日だけでなく21日にも、SU-34 などを迎撃していますが、5月16日には、別のパトリオット部隊が、キーウで6発のキンジャール、ロシア軍の航空機発射弾道ミサイル、を、迎撃しています。ウクライナ軍は、2つしかない、パトリオット高位中隊の1つで、キーウ防空を行い、もう1つの部隊をウクライナ北東部において、滑空爆弾による攻撃を行っていた、戦闘爆撃機編隊を迎撃していたことになります。ウクライナ北東部にどのような部隊が展開し、パトリオットが防護していたのか不明ですが、ウクライナ軍にとって重要で、ロシア軍にとっては、脅威となる部隊が所在していたのでしょう。ウクライナがこの動画を公開したことから、この部隊についてはすでに伏せる必要がなくなっているはずです。もしかすると、5月22日に発生した、ウクライナ支援の、ロシア人部隊自由ロシア軍団と、ロシア義勇軍団、RVC、による、ロシア、ベルゴロド州への攻撃と、関係があるかもしれません。滑空爆弾による攻撃は、ロシア、ブリャンスク州からでしたが、ロシア義勇軍団は3月に、このブリャンスク州に侵入し、攻撃した実績があります。5月22日のロシア人部隊による攻撃は、ベルゴロド州へのものでしたが、同時にブリャンスク州への攻撃も、計画されていた可能性が考えられるのです。ロシア側に察知され、重機を、滑空爆弾によって破壊されたため、ベルゴロド州への攻撃だけに絞ったのかもしれません。パトリオットによる迎撃はなぜ成功したのか。次に、パトリオット部隊による迎撃がなぜ成功したのか考えてみたいと思います。戦術としては、サムによるアンブッシュ、待ち伏せ、攻撃だったことが明らかです。これ自体は珍しいものではありません。攻撃編隊の予想経路にサムを配置することで、防護目標への接近自体を阻止します。映画トップガンマーベリックで、接近経路周辺の山頂部に配備されていたサムがこれです。当然、攻撃側は対抗手段を準備した上で、対地攻撃を行います。今回、ロシア側が
迎撃を避けるために講じていた手段は、次の2つです。滑空爆弾の使用。滑空可能距離は長くないものの、ある程度のアウトレンジが可能で、高高度から投弾する場合は、長射程、高高度対応能力を持つ、サムでなければ破破機を迎撃できません。また、滑空爆弾は、高速、急角度で落下してくるため、滑空爆弾自体を迎撃可能なミサイルが限られます。ウクライナ軍が使用しているサムのうち、滑空爆弾及びその破破機の迎撃に、十分な性能があるのは、パトリオットと S300 のみです。ただし、S300 は、ミサイル弾が枯渇していると言われています。従来から保有しているブーク、新たに供与されたナサムス、アイリス T は、国境ギリギリまで進出すれば、カタログ上は、射程が届くことになりますが、性能限界近くでの射撃となるため、パトリオットを 160km 先に射撃する場合と同様に、目標が少しでも起動すると命中は期待できません。Mi-8MTPR-1 による、ジャミング、電子妨害。短射程ミサイルには、レーダーを全く使用せずに、射撃可能なシステムもありますが、中距離以上の、対空戦闘ではレーダーが必須です。ロシア軍の攻撃部隊は、そのレーダーを妨害することで、目標の捕捉、ミサイルの誘導を、妨害していました。ただし、この Mi-8MTPR-1 の、ジャミング性能に関しては、疑問を持っています。Mi-8MTPR-1 は、リキッド AV と呼ばれる、電子戦機器を、機体後部の左右に2機搭載しています。妨害方位に、機体側面を向け、左右どちらか一方のリキッド AV を、作動させることで妨害を行います。国籍しるべ章である赤い星の前にある、小さな四角形の物体が、リキッド AV の、アンテナです。下の写真。効果に疑問を抱くのには、複数の理由があります。まず、電子妨害では、妨害する対象のアンテナに、十分な電力密度となる、電磁波を照射しなければ、効果を及びぼせません。Mi-8 がヘリとしては大型とはいえ、リキッド AV に、十分な電力を供給できているか疑問なのです。護衛する機体に、随ともするエスコートジャマーや、もっと前方に出る、スタンドインジャマーであれば、妨害対象との距離が近いため、出力が小さくとも効果を及びぼせるのですが、Mi-8MTPR-1 は、それが可能な機体ではありません。また、リキッド AV の、アンテナが平面形状であるため、フェーズドアレイレーダーだと思われます。フェーズドアレイレーダーでは、各アンテナ素子が、放射できる電波の出力に限界があるため、高出力レーダーは大面積となります。しかし、リキッド AV のアンテナは、非常にコンパクトであるため、やはり出力が低い可能性があります。さらに、公開されている内部写真を見る限り、リキッド AV はアクティブ式の、フェーズドアレイレーダーではなく、パッシブ式、あるいはロットマンレンズ式のようです。パッシブ式であれば、対応できる周波数が少なく、同時に妨害を行う、サムの種類が限定されている、可能性があります。その反面、必要となる電力が少なくて済みます。ロットマンレンズ式であれば、広帯域の送信が可能であり、同時に、他種のサムに妨害が可能となりますが、反面、出力の点ではさらに厳しくなります。また、Mi-8 の飛行性能も、ジャミング性能に悪影響を及ぼしている可能性があります。前述した通り、ジャミングは防護できる方位が限られますが、これは水平方向だけにとどまりません。防護したい SU-34 は Mi-8MTPR-1 よりも前方に進出しているため、たとえ同高度を飛行していたとしも、迎撃するサムから見ると SU-34 は髪型にまみえることになります。滑空爆弾を投下するためには、高高度から投弾することが望ましいですが、Mi-8 の実用上昇限度は 4500M しかありません。サムから見た場合に、Mi-8MTPR-1 は水平線に近く、SU-34 は見上げる位置にあった可能性が濃厚です。
対応可能な肯定核から外れるため、十分なジャミングができなかった可能性があるのです。以上の点から考えると、滑空爆弾の迎撃を行っていたウクライナ軍としては、S-300 を持ってくる、あるいはパトリオットを前進させ、Mi-8MTPR-1 によるジャミングを回避すれば、SU-34 を迎撃できる状況だったのでしょう。S-300 については、残り弾が枯渇している上、システムも大型で衛星などで察知されやすい装備です。さらに、使用している周波数などの電波もろもとも、ロシア側が熟知しており、電波によっても察知、対応されやすいため、パトリオットが使用されたものと思われます。パトリオット自体も、決して新しいシステムではないため、ロシアも、電波もろもと等は、ある程度承知していると思われます。滑空爆弾を迎撃していた時点で、存在は察知していたため、Mi-8MTPR-1 を、2機も飛行させ、攻撃を支援していた可能性が大です。それでも、前述した通り、ジャミングとしては不十分だったため、レーダーで捕捉、追随し射撃可能だった可能性があります。また、5月1、3日以前の、滑空爆弾のみを迎撃していた際も、パトリオットが、母機である SU-34 に、対しても射撃を行っていた、可能性は高いと考えられます。攻撃は行ったものの、命中していなかったと考える方が妥当です。攻撃を受けた SU-34 は、パトリオットのレーダーに、捕捉されていることをレーダー警戒装置で判断できるはずです。ただし、パトリオットは、TBM、トラックビアミサイル、と呼ばれる特殊な誘導方式をとっており、ミサイルが命中する少し前まで、SU-34 は、いわゆる、ロックオンと呼ばれる状態を感知することができません。中間誘導の段階では、ただ単にレーダーに捕捉されている場合と同様に、電波が照射されているからです。それでも、終末誘導の TVM の電波を捉えて回避する。あるいはこの TVM の電波を Mi-8MTPR-1 で妨害することで、命中を避けていたと思われます。パーク3弾が使用された可能性。5月13日と21日に、パトリオットによる迎撃が成功した理由には、前述のように、パトリオットを前進させた可能性が考えられますが、もう一つ、パトリオット部隊が、別の戦術を取った可能性があります。それは、パーク3弾を、使用した可能性です。パーク3弾は、言わずと知れた、弾道ミサイル迎撃用のミサイルです。ですが、決して、対弾道ミサイル専用ではありません。パトリオットの後継として、計画されている、中距離拡大防空システム、MEASでは、対航空機を含め、PAC-3 の改良型ミサイルが選択される見込みです。パーク3弾は、航空機など、翼によって上げ力を発生させる、ABT と呼ばれる目標に対しては、パーク2弾ミサイルよりも、射程が短くなります。しかし、もともと弾道ミサイル対象を、念頭に開発されたミサイルであるため、サイドスラスターを装備し、高高度での、機動性能はパーク2弾よりも、高くなっています。SU-34 は、滑空爆弾の射程を伸ばすため、米空軍の F-22 が、中国の気球を迎撃した時のように、ズーム軌道で、高高度まで上昇し、滑空爆弾を投下していたと思われます。ズーム軌道は、通常の飛行が、可能な高度で高速に達した後、強力なエンジンのパワーを用いて、急角度で上昇する軌道です。投弾高度は、15,000M を超えていたでしょう。その場合、距離にもよりますが、パーク、3弾の方が、命中率を高くできた可能性があるのです。さらに、パーク、3弾を使用した場合には、他にもメリットがあります。パーク、3弾は、パーク、2弾と、終末誘導の方式が異なり、シーカーは、目標を捜索、探知、追尾するためのミサイルの構成装置、が、使用している電波の周波数も異なります。SU-34 の、
搭載するレーダー警報装置が、スレッドテーブルと呼ばれる、脅威と判断するための電波データベースに、パーク、2段の、TVM はしか登録していなかった場合、パーク、3段が、週末誘導の際に使用する、KA バンドのレーダーはに対して、警報を発することができません。ロシア軍は、パーク、2段の、TVM はについては、データベースに登録できていると思いますが、パーク、3段の、KA バンドレーダーは、データを入手できていないと思われます。SU-34 は、レーダー警戒装置が反応せず、ミサイルの接近に気づかないまま、撃墜された可能性があるのです。また、主目標である、SU-34 に、パーク、3段を使用したことで、後方にいた、Mi-8MTPR-1 や、護衛役の、SU-35 の迎撃にも、効果を及ぼした可能性が考えられます。詳細は伏せますが、SU-34 に、パーク、2段で迎撃していた場合、同時に、Mi-8MTPR-1 などを、パーク、2段で、攻撃することは困難ですが、パーク、3段を、選択していた場合は、パーク、2段を使用し、これらを同時に、攻撃することが可能なのです。パーク、3段が、使用されたと推測するのは、この、Mi-8MTPR-1、などを含めた迎撃戦闘が、わずか、2分の間に行われたと言われており、パーク、2段だけで、戦闘が行われたとは考えむずいということも理由です。なお、この2分間で複数機が一気に、撃墜されたとの情報は、テレグラムで発信されたロシアサイドのものです。また、パーク、3段が、使用されたと見る別の理由もあります。この動画は、迎撃された SU-34 が、落下している際の映像です。機首が破壊されており、前方からミサイルが命中したように見えます。しかしながら、パーク、2段が、命中したのであれば、翼を含めた機体全体が、もっと激しく損傷しているはずです。パーク、2段は、高性能作薬を備えた、弾頭による破片効果で、目標を破壊しますが、パーク、3段は、金属ペレットを拡散させることで、ミサイルの見かけ上の大きさを、拡大することで命中確率を上げるものの、目標の破壊自体は、ミサイルの速度による、運動エネルギーだけで、目標を破壊する方式です。落下する、SU-34 の損傷状態からは、パーク、3段が、命中したようにま見えるのです。極めて高い、ウクライナ軍のパトリオット運用能力。今回、ウクライナ軍が公開した動画では、次のことが確定的に明らかです。ウクライナに到着した2つのパトリオット攻撃中隊は、1つがキーウでキンジャールやイスカンデル迎撃を担当し、もう1つがウクライナ北東部に進出し、滑空爆弾による攻撃に対処していた。滑空爆弾攻撃に対処していたパトリオット部隊が、5月上旬に3発の滑空爆弾迎撃を行った後、1、3日に滑空爆弾破破機の SU-34、護衛の SU-35、電子妨害を行っていた Mi-8 などを撃墜した。その後、21日にも SU-34 と滑空爆弾を迎撃していた。この事実と5月1、3日の迎撃では、ロシア側からも多くの情報、周辺住民による動画のネット公開など、があったため、パトリオット部隊は、パーク、3弾を使用して、SU-34 などの迎撃を行った可能性があると推測されます。パーク、3弾の使用は推測ですが、いずれにせよ、ウクライナ軍は導入したばかりのパトリオットを極めて高いレベルで使いこなしていることは間違いありません。各国が今後も兵器の供与を続けなければ、量的には対処が難しいと思われますが、質的には、ウクライナ軍は精強で、最後には侵略者を撃退することができるでしょう。